アルトフルートはフルート属の楽器の一つで木管楽器に属する。コンサートフルートの低音用の拡張としてフルートダモーレの次に位置する。低音域の目立って柔らかい音色を特徴とする。途長の異長楽器でありピッコロやバスフルートと同様に波長のフルートと指使いは同じである。アルトフルートの管はコンサートフルートよりもかなり太く。 演奏者はより多くの息を必要とする。このため、低音域の1オクターブ半で、デュナーミックの変化をつけやすい。アルトフルートのデザインを完成し、途中に音程を定めたテオバルト・ベエムは、この楽器を好んでいた。音域は G3 から G6 までで、さらに最高音域として D7 まで伸ばすことができる。イギリスの音楽では、アルトフルートのことをしばしば、 バスフルートと称するが、同じ名前の楽器が別に存在するために、混乱のもとになっている。名称の混乱の原因は、現代のコンサートフルートの音域が、ルネサンス時代のテナーフルートと同じであることに起因し、テナーフルートより低い音域の楽器なので、バスと呼ばれるのである。U 字型の頭部感を持つアルトフルートまっすぐな。 頭部管を持つアルトフルートアルトフルートの頭部管には U 字型のものとまっすぐなものの2種類の形状がある。U 字型の頭部管は腕を伸ばす必要が少なくなるため小さな演奏者に好まれ重心が演奏者に近づくためにより軽く感じられる。しかしながらまっすぐな頭部管の方が全体的に超音が優れておりより一般的に使われる。アルトフルートのアンブジュアは コンサートフルートのものに近いが楽器の大きさに比例して大きくなる。従って吹き口は下唇のより下の位置にあたり唇の開きはより大きくなる。以下の一覧は完全であることを目的としていない。最もよく演奏されよく知られた代表的な曲の例として挙げてある。 また、もともと他の楽器のために書かれて、後にアルトフルート用に編曲された楽曲は原則として除外されるが、例外として非常によく知られた作品は含まれており、その場合は本来の楽器を中期している。クラシック音楽でアルトフルートが登場する早い例としては、ニコライリムスキー・コルサコフのオペラ、村田がある。アルトフルートは特にイーゴリスト・ラビンスキーと、 モーリス・ラベルに関連し、二人とも様々な還元楽曲で、アルト・フルートの特徴的な音色を利用した。ラベルの、ダフニスとクロエ、ストラビンスキーの、春の祭典、フランコ・アルファーノのオペラ、シラノ・ド・ベル・ジュラック、セルゲイ・プロコフィエフの、好きタイ組曲で使われている。ドミートリー・ショスタコービチは、オペラ、トバクシと、ムゼンスク軍のマクベス夫人、および、 公共曲第7番で使用している。グスターブ・ホルスト、惑星のいくつかの楽章でも用いられる。20世紀音楽で最も有名なアルトフルートの幼例の一つに、ピエール・ブーレーズが書いたコントラルトと6人の気学奏者によるルマルトー3メートルがある。ハワード・ショアのロード・オブ・ザ・リングの音楽を代表として、現代の様々な映画音楽でも使用される。 1940年以前のハリウッド映画でも時々使われることがあった。例えば、ジェローム・カーンの空飛ぶ音楽とベリー・ワーム・フォー・メイがそうで、どちらもロバート・ラッセル・ウェネットによってオーケストレーションがなされた。最近になってアルト・フルートを専門とする演奏家が多数出現した。フランスの即興演奏家、作曲家であるクリスティアン・ドデレジール、アメリカのクリス・ポッター、 イギリスのキングマシステムのアルドフルート奏者、カーラリーズ、ジャズ演奏家のアリー・ライアソンや、ブライアン・ランドルス、アメリカ出身で現在オーストラリアに住む、ピーター・シェリダン、スイスの作曲家、演奏家、マテアス・ツイグラー及びステファン・ケラー、オランダの作曲家、演奏家、アンラベル・ジュなど。ありがとうございます。